焼肉するときってやっぱ炭で焼きたくない？お、炭で焼くの？家に炭あるの？いや、ないね。炭はないけど、あの七輪的な焼き器はあるから。え、七輪あるの？七輪みたいなやつね。バーベキュー用の 2,3 人前の小さいやつがあって。へえ。で、炭買ってきて焼こうかなって思ってんですけど、めんどくさいなっていうのもある。まあ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 ね。錦さん、美味しいもの月間です。え、今月ずっと美味しいもの、それはちょっと贅沢すぎない？俺毎日納豆ご飯だよ。粗食月間。まあね、豆とオリーブしかない。どういう組み合わせ？組み合わせ、まあ、ツイッターで確かになんかそんなようなあの画像俺は見たけど。え、うちの人上がれねえわここ。あー、なるほどね。あれさ、改造を出してホバーの高さを出力上げればもうちょっと高くなるんじゃない？うん、歯車マークからホバーの出力上げて。改造ね、溶岩の上ではできないんだ。あ、そうなんだ。錦、うん、さん、レンタン買ってこないと。レンタンって言うと、あのなんかレンタンって言うとなんかね、自殺の波動だよ。そう、ちょっとあんまりイメージ良くないんで、普通に炭でいいでございますよ。ダメだ、無理せず改造しな。ディノさんの装備ならバーベキューできそう。え、私の装備って何？なんか話しましたっけ？私の装備はこれですみたいな言ったっけ？あ、消えたわ。あ、そこの黒いとこダメって自分で言ったじゃん。もうどうしようもないのよ、上がれねえから。だから改造しろって言ってんじゃん。でも上がれないと改造もできないのよ。え、真ん中のとこにも戻れなかったんです？うん、あそこも上がれない。あ、なるほど、結構坂に弱いのね。錦さん、美味しいもの以外は納豆ご飯と梅干し飯を中心に食べています。粗食じゃない。ズムさんと同類ですね。任せてほしい。いや、大事よ、納豆ご飯大事よ。まあね、確かにあの腸内細菌そう安定化させる意味でも納豆ご飯はいいと思うんですけど、私最近食べてない。やっぱりね、なんだろう、美味しいし飽きない。いや、飽きると思うな。全然飽きない。そうなん。あ、桃栗3年肉七輪じゃん。ちょっと無理やりかな。そんなにこれは距離高さ変わったかな。分かんない、やってないから分かんないけど。か、レンタン風評被害。いや、まあ確かにイメージがね。だけどでもそうでしょ。そうよ。でしょ、みんな思うでしょ、まあ、普通の炭で結構です。でも最近100均にも炭売ってて、なんでお手軽に買うことはできるんですよ。100均に炭売ってんだ。うん、100均のバーベキュー関連商品結構充実してますよ最近。全然100均にも行かないしな。へえ。あんまなんかもうなんか買い物とかに出ないんだよな。スーパーしか行かないな。そこで買うのが納豆。うん、納豆と豆腐とあと野菜。健康的じゃん。その見た目でそんな健康的な生活していい？いや、もう年だからあの食べれないのよ。そういうのしか食べれないの。タンパク質、そうか、大豆でタンパク取れますもんね。確かにそうだ。まあ、松ぼっくりで焼くのね。ああ、火付けにね。はいはいはい。スーパー松ぼっくりってことじゃん。何、どういうことあ、またどういうことって言っちゃったから泣くわ。いや、もうどういうこととしか突っ込めないようなことばっか言うからな。もうちょっと分かるような言葉で話してほしい。あ、泣いた。うん、一人用のバーベキューセット充実してますよね。そうそうなんですよね。
前も私なんだったかな、炭と網がセットになってて、火をつけるだけでその上で肉が焼けるよみたいなセットが100均だったかなで売ってて、もうワンセットそれだけあればすぐ焼肉ってあって買ったんだけど、でもそれはさすがにねちょっとダメだったな、そんなに甘いもんじゃなかった。そうそう、前100均のバーベキュー装備の話をしていたんですよ、神野さんが。全然覚えてない全然覚えてないわ。覚えてないじゃん、自分で言ったことも。すまない、すまないと覚えてないってこと。ことことよ、ことこと、じっくりことこと。何やってんの、ジムの氏。え、いや、ズムさんここ来るかなと思って待ってる。なんで待ってんの。いや、ここ、いや、だって来るかなと思って。持ってきな。自分が持ってくるんじゃなかったんですか。ちょっと待って、じゃあ、あれするわ。ちょっと改造するわ。これどこつけよう。ここでいいかな。あんま変な位置につけたらさ、バランス崩れるから、こういう雑事はズムさんに任せたいんよね。許せない。タバコ吸ってる？吸ってないよ。ああ、なるほどね。何にもしてないときはタバコ吸うだろうなと思って。いやこれか。あまりにもだわ。え、なんなん？あまりにもなんなん？オッケー、くっついた。くっついたけどよ。ここを今年最後のダブルじっくりコトコトじゃん。別に初だしね。なんなら。はい、ちょっと待って。あ、ズムさん。ああ、なるほどな。壊れたわ。え？この坂を登ろうとして車体が斜めになったせいで、トラクタービームの部品がマグマについて壊れた。なるほどね。こうむずいぞこれ。これはあらあらよ。上に行きたい。こっからじゃ登れない。こんなところ走りたくない。でもね、ここをなんとかしないと我々母性に帰れないんで。これどっちが前か分かんなくなる。スムさん、さっきから何やってんの。何か取ったよ。え、嘘。あ、本当だ。いつの間に。全くもうやるじゃん。あ、その調子でお願いしますわ。ただうん、わかる。いや、我々これでも必死なんですよ、皆さん分かってください。そこはめっちゃくちゃ必死よ。よいしょ。どっち向いてる。上がれるかこれ。上がれねえじゃん。ダメだわこれ。いや、ダメだわ。いや、勢いつけたら上がれそうじゃない。気づかれずに通る板についてきたね。何のぬすっと。いや、ちょっと待って、でも上がれるか。方向転換しつつ、こうか、こうだ、こうで勢いつけていけば上がれた。お、はあ、なるほどね。壊れた。了解了解。勢い大事。うん、助走つければいける。こういうことか。そういうこと。そこはちょっと無理かな。あ、トラクタービーム壊れたね。そう、そうなるんすよこれ。諦めるかこれは一旦。うーん、今じゃないな。まあそう、いらんしね。そうね、ゴーカート運転席そんな。すげえジャンプして俺戻ってきたわ。ん、ああ、なるほど。あそこで抜け出してよく生き残りましたね。なんかすごい、ピョン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 したらいけた。そうそう、たまにあるピョンピョンジャンプ。え、じゃあどこ行く。ああ、まだ火山方向か。あのこっちのさ、そうだ、行ってないよ。この47リカバリードローン47。リカバリードローン47。オッケー、47行くわ。え、47 47のところの下に3つある、4つある。いや、
うん、それさ、そしてさっき崖んとこで取れないからって言ったやつじゃん。え？そう、え？負け？もう忘れてんの？崖のところで必死にパイプを、パイプじゃないや、ピストン伸ばして取ろうとして取れなかったやつですよ。え、でもいっぱいあるよ、3つ。あ、2、この上の方は？上のやつは、まあ、取ろうとして私が1回落としてリセットされたやつで、これ、何だった？スノーボールディスペンサー。何それ？え、多分雪玉作って投げるやつ。うん、で、もう一つがプロペラなんですよ。え？ただ、それがかなり深い水の中にあって、ああちょっと厳しいか。うん、ちょっと持って上がるの大変だったんで、あのちゃんとした潜水艦が作れるようになってからの方がいいかなって思う。OK。あとじゃあどこだ？あ、上行くかじゃあ。うん、そう、火山のど真ん中の火口。ん？火山？まだ火山の火口にありますよね。これ。あ、これか。うん。じゃない？どんあるか。これでもどこに持ってくの？近くにあ、なんかまだ見つけてない回収ポイントがあるんじゃないかな。あるかな。多分。え、どれだっけ？あれ、ジンの字どこ行った？さっきんとこ。こっちか。早尾さん、トリアイズムさんに後ろから押してもらうとか。ああ。さっきのやつね、回収のやつ。そうね、押してもらってもよかったかもしんないけれ、ちょっと待って、これ前どっちだ、こっちか。あ、嘘、ズムさんごめん、これ羽を交換したやつ、羽を交換したやつセーブしてなかったわ。嘘でしょまあそういうこともある。まあまあ行けなくはないでしょ、きっと。まあこれでも全然だろ。あの各自降りられるところで降りてくださいこれで着地は無理なんで。あ、こんな上か。あ、中腹にあるね。よいしょ。でも一番上は？これでもさ、うん、もう中じゃない？ちょっと一回降りよう、一回降りよう。よいしょ。はっ危ない危ない。100円100円。あ、あ、あ、向こうにも100円ある。100円100円。結構崖、結構な高さまで来ましたよ。だって雪降ってないこれ。え、灰か？灰じゃないこれは、火山灰。なるほど。うわー、かなり本当にこの中なのね。え、この中行ける？これ行こうと思えば行けるんじゃない？もう本当にプロペラだね。でも見えないけど多分あん中にあるんだろうな。ちょっと100円だけ取りますわ。ディオレウスいたじゃん、いそうモンハン。確かに火山マップありましたもんね。あったよ、溶岩マップか。あっちにもある。あ、何があるかは気になるけれど。え、大丈夫？落ちたら戻ってこられませんよ。それが最後の言葉だった。怖いわ、やっぱ怖いわお金貯めてるけど私まだ1回も買ったことないんですよ。俺いっぱい買ってるわ。さあさあ頼めよ。え、どういうこと？え、プロペラで降りてって。ああ、なるほどね。ふわっと着地しないと。はい、どうぞ任せるわ。いや無理よ無理よ、俺には無理よ。いやいや、行って行って。な、無理よ、ここで見てるから。そう、操作できないもんこれ俺。できるできるできる。あ、そうか、あれスペースできないよ。スペースだから今だけキーボードにしな。
あ、そうか。E キー、E キー押すとプロペラが回転するから。そうそうそう。で、スペースでジェット。で、前後で姿勢制御スラスター。いや、無理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 。ダメか。無理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 。オッケーオッケー、わかったわかった。じゃあさ、ちょっと中やめて、中腹にあるやつをちょっと見に行きましょうや。え、これ中、ちょっと待って、中ちょっと覗いてみていい？覗くだけなら、いや別に降りてもいいですけど。あー、これ無理だわ。そうね、かなり厳しい。危ない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 。え、何、見せ場作るんだったらさっき言って見に行くから。やばい。え、何これ、なんか上、なんかん、何の影これ。え、雲じゃない？なんかどこだっけな、この辺にコアが。どうやって取るんだ。でもそんな、あれどこだ、この辺だな。あー、あったあった。これ降りたら死ぬ。まあ降りたら死ぬ。一応乗るか、一応乗るか、乗り物に乗って行けば多少の多少の衝撃は守ってくれると。多少は守ってくれるんで、これでコアまで降りていく感じ。つむさん来られそう。怖すぎ問題。いやー、これどうかな。今なんか、え、なんか下で砂ぼこりが回ってたけど、ああまあね、これいい、これいやダメだな。これどうしたら、え、なんとかして。じゃあそれもう上だもんね、いけねえわ俺そっち。なる、はあ、え、落ちた、死んだ。なる、無理かな、無理かな。これじゃない。おむすびコロコロ状態再び。確かに頑丈だなこれ。でも待てよ、履歴に残、あ、よかった履歴に残ってた。え、設計図16違うヘリ、まあいいか。上書きとかできないの、ないか。で、うわー、去年の春を思い出すじゃん。何があったの去年の春、何があったんだ俺。あ、う、何やってんのかな、あのおじさん。あれ、おじさん死んだ。なるほどね。ヘリはヘリでな、着陸が難しいからできるかな。上から落ちていくよりは可能性あるかな。これ取れるようになるのかな。しかも煙、すげえ俺煙出てんだよ。煙が一番怖い。ん？どういうこと？火事？なんかすごいまっすぐ上に上がってってるわ。あー、うそ、壊れました。倒しました。うん、うん、いや、ちゃんとしたヘリコプター作んないとダメかな。
この火山は噴火することはあるんですが、さすがにそこまではないはず。え、ここで噴火したら、これはもはやパイナップルオンピッツァよ。お、ウムさんの配信でしか見たことない。おじゃ、名作だよ。どこがまるで意味わかんなかったけど、あれ、え、なんか全然わけわからんところに着地した。いつものことじゃないですか。死んだ。それもいつものことですね。あそこ行こうぜ。101の上。もう一回だけ、もう一回だけチャレンジさせてください。え、じゃあさすがなのだ。さすが、え、さすがですか。それはパイナップルオンピッツァに挑戦したズムさんのこと。任せほしい。まあね、あのわけわからん系。あ、うっそ。踊り狂いましょう。ちょ、踊るの頭が狂うってどういうこと。パイナップルオンピッツァって踊り狂うゲームでしたっけ。まあね。あー、うっそ。ほ、ダメだ、ダメだ、やめよ。諦めるじゃん。諦めた。悪くはない ね。あの101の上にね、うん、いっぱいなんかそういうなんかプロペラとかもありそうな気がするんだよな。あ、そうか、そうですね。あそこ行こう。そうそうそう、101行きます。原点じゃん。そうよね。そうそうそう、上に飛ぶのだけは簡単になったから、これで行きますわ。待って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 。そこからよく飛び乗りましたね。どこだ、あれか。どれ行くかな。これか。ちょっと、これと、私はどっち向いてんの。私は誰じゃ。ちか。そういや、いつも向けそうな土地狂ったゲームあったな。俺が土地狂ったゲーム好きみたいな話。いや、いつも土地狂ったゲームばっかやってじゃないですか。土地狂ったゲームは少ないけどね。普通の人は選ばないようなものをいつもチョイスする。無理に難しいところで飛ぶ必要はない。今はということですね。そうです。ありがとうございます。その通り。その通り。なんだっけ？児玉清よ。今の人には分かんないじゃないかしら。ああ、そうだな。アタックチャンス。あの花丸大吉の方の。そうね。あっちでは分かるかもしれない。チッチキチーでもねえじゃん。確かシゲルプラネットとかいう、シゲルプラネットというかいう見た目土地狂ったゲーム、名前も土地狂ってもシゲルプラネット、見た目土地狂って、シゲルがシゲルばっかりいる星っていうこと。そういうこと。ちょっと面白そうだな。シゲルの星じゃん。シゲルの惑星。土地スナイパーはどこかでもう一回あると思う。土地スナイパーだけはない。土地狂ってるから名前変わってる。アタックチャンス。お、アタックチャンス。あ、どの島行く？これでいいか。あ、いいね。これでいいかって言って行けるかどうかはまた別の問題ないよ。結構来たね、上まで。これさ、でも。うん？あ、いいか、このままが。どうすればいいの？これにやっぱつけないとダメだよね、あれ。あー、そっか。でもさ、どうだろう。あ、まずは見て回るか、何があるか。そうね。で、良さそうなのあったらなんとか持って帰ろう。なんとか持って帰ろう。あ、やば、これがあればみたいなのがあるでしょ。そうね。一回どっかに着陸したいね、確かに。休憩したいと思うじゃん。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ここいいじゃん、ここいいじゃん。いいよいいよいいよ。こうか。およくわかった。まあね、
あれこっちじゃない。こっちか。ナイス。ああやった。あテールフィンだ。重力式小型テールフィン。何重力式って。あ動力式だった。何動力式って。わかんない。なんこれ。なんだろう。興味なしじゃん。いやそんなそんなことはないけど、ちょっと運転で疲れちゃった。玉乗りよ、玉乗りしてる俺。あ、あ、あ、抱えて落ちたら？抱えれないよ。あ、そう。下に落ちたら多分消えるしな。この下って大地でしょ？うん、一応。あ、この下にもな、あ、これは爆発するやつね。これ爆発するやつか。うん、え、これ何か見てみようかな。うん、これあ。うん、そうなると思ったわ。あーしゃーないな、もうここまで登ってくるのも大変だったって言ったじゃないですか。ちょっと私一回このコア持って落ちてみますわ。お？持てるの？あの、うん、トラクタービームでくっつけるだけはできると思うんで。まあ確かに。で落ちてバラバラで私死ぬからすかさず拾って。オッケー、分かった。ちょっと待って、その下まで行くわ。じゃあ、うん、マルチならこういう力技も可能のはず。オッケー。あでもここら辺か。もう一個上かこれ。なるべくこっちのさ、ドローンの方に落ちれる。わかった。できるかどうかわかんないけどやってみる。ジャンプで飛び出せば勢いがついていくと思うから。じゃあ行きますぜ。オッケー。こっちから起きてこうよ。トシアイズム。あ、ごめん、ちょっと方向間違う。あ、でも行けるかも。こっちか、こっちか。あ、意外といける。意外と空中でもなんか動いてる。いけるのではこれ。え、これはこのままチップインバーディー。チップインバーディー。チップ、どこだどこ。ダメだ。あ、あー消えた。嘘。あー、そっか、惜しかったね。うーん、そうか。しかも生きてるし。なんで頑丈だな。いやいや難しいね。もっとめっちゃ、何ひらめいた。何、ちょっと待ってね。オッケー、ちょっと任せるわ。いや何、ちょっと待ってね。オッケー。人面岩に見えたけどただの岩か。穴が丸が2つあると顔に見える。シュミラクラ現象ですね。下が海なら抱えたまま水陸両用車で飛び込むのもあり。うん、なるほど。ここの大地は、ここは大地だからちょっと難しいかな。滑空すれば難しいな。あ、でもトラクター、あー、やっぱこれか。ビームもあれか、パワーコア使うんか。うん、きついか。じゃあ、いや、もうすげえでかいさ、板にさトラクタービームいっぱいくっつけとけば下に落ちてもふいんって、うん、え、でもこれなんかこの板、めっちゃでかい板を作って、うん、それにトラクタービームをいっぱいつけとけば、うん、ああなるほどね。落ちてもこう、それどれかがくっつくかもっていう。くっつくんじゃないかも。はい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 。あー、大砲で、え、大砲。うーん、うまいことね、目指していき
ければできるかもしれないけど、逆にそれさ、どうかな、落ちた勢いでズムさんも一緒に壊れそう。なんかいい方法ね。あ、ズムさんちょっとさ、私がいるとこ回収ポイント来てくれる？トラクタービームは地上には作用しないですね。ん？どういうこと？あ、これ、これどうぞ。これ。お？重量分、え？うん、なんか洞窟があったから、探しに行ったらなんかあったわ。重量ブロックってさっきあれ？うん、形がちょっと違うっぽい。なるほど。あ、やべ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 。頼んまっせ。ごめん、リスポーンしちゃったわ。ちょっとやろう。この海岸を向こう側に行ったらあるから、ちょっと取ってきてください。この海岸行ったら、あの右手に洞窟が見えるから、その中、この洞窟、うん、水没させた、ね、水没させてました。ちょっと見てなかった私。あ、ここか。うん、あれか。これクレーンさ、うん、前につけた方がいいな。そっかもね。いや、でも荷台はどうする？そうか、そうだよな。あ、あれか、運転席逆さにすりゃいいんじゃない？逆向きにして。あー、なるほどね。あ、それありだな。間違えた。よっしゃ、持ってきたよ。お、ニャイス取ったぞ。いや、これ難しいな。しんのしー、はいはい、危ねえ。オッケー。あ、丸い、丸い重量。あれ、あ、モンスタートラックを作れるって。え、ちょっと待って、私ね、今チャリーンって言わなかった。え、なんで？あれかな、リセットされたせいかな。嘘、多分。ちょっと取ってくるわ。これ出して、悔しいな、このほんとこの何、テンプレート車両めっちゃ乗りやすい。なんでだろう。よいしょ。あれ、ここだっけ。あ、ここか、ここか、ここだわ。よいしょ。ピストンブルブルまた見たい。あれはやばかったマジで。ゲッターする、また。あれは誰もいないダリンガシュール。ズムさん専用席ですんでね、ここは。幽霊船みたいね。ダリンはあるけど誰も乗っていない。そしてなのに動いている。で、ズムさん、もうちょっと先にパワーブロックがありましたよ。パワーコア、嘘、ちょっとこっち。あ、ちょっと待って、これ。ん？ダメだ、やっぱ。モンスタートラック？これ逆。ん？違う。これ逆にしたらんだけど。うん。なんか、ちょっと違うな。あれ？なんで？何が違うんだ？逆にしたからハンドルの向きも逆になっちゃってんじゃない？そういうことか。だから。ん？なんだっけ？あー、ちょっと。ちょっと変えるか。よいしょ。
これか？あれ？これか？禁止を？ん？こうだっけ？違うわ、全然違う、全然違うわ。どうしよっかな。姿勢制御スラスターを。まずこれを。どうの？ベースに変えていこう。こういうことか。これでボタンを押したときだけ上に上がるような形にします。なんか前から見るとなんかカエルみたいな顔になったこれ。可愛くていいですね。カエル号よ。そんな安直なのでいいの？じゃあちょっとニキが命名してもらおうかな、ニキに。まだとんでもない名前になりそうですけれど。もうピパピパとかまたまたみたい。なんだそれ。何それまた。あ、またまたはなんかカエルじゃん。カエルなの？なんか聞いたことある気がする。カエルでそんな名前のやつがいたような気がするけど、気のせいかな。ピパピパ号だって。ピパピパ号。ピパピパわかんないな。そうなん？多分カエルだろうね。またまたはカメを調べな！そんなに言わなかったっていいじゃん。カメもカエルも似たようなもんよ。あーおもろ。俺何しようとした？あ、モンスタートラック食ってみようかな。こういうことか。どう？なんだ？どの辺がモンスターでどの辺がトラック？どの辺がモンスターなのか、どの辺がトラックなのか、うん、ってどうなんだろうね。あ、でもなんかなんかこれ、あ、これあれだ。何？浮きがあって下にあれ水中のあれがあるから水陸両用車だ。ちょっと走ってきて水の中。ちょっと走ってみるわ水の中。運転操縦はまあしやすいっちゃしやすい。ただめっちゃシンプル。確かに。これずれてるか。ちああ、まあ普通に水の中も走れるよぐらい。うん、安定はしている。確かに。その言い方やっぱり都市や運送には勝てないと。まあやっぱ俺のやつの方が安定感はすごい。速さもすごいし。傾いてんな。やっぱずれてるか。あー、これはあとやっぱさ、浮力制御装置。いや、そういうもんか。はいはい、細やかなアクセルワークやっぱ大事よね。テンプレごときが天才にかなうはずはなかった。天才ってズムさんのこと？まあまあまあね。まあそりゃそうだよな。やっぱり調子に乗ってるわ。てか飛行機そういえば大きい羽にしたらもっと飛べるんか。じゃあ、あーそうでしょうねきっと。忘れてたけど。あ、いて、落ちちゃった。ズムさんなんかよくわかんないけどパワーコアのとこ来たわ私。え？何度？え？どこにいるの？ここ。ここ。え？どこ？ここ。え？ここ。どうやって行ったのそれ？え、ヘリで上行ったら不時着した。あ、そこか。うん。あ、じゃあそれあれか。うん、落としますよ。ちょっと待って。パ。なんか今のモンスタートラックでも良かったんじゃないの？でもあれがついてないし。あ、ついてんのか。ついてたでしょ。
っちの方がいいな。大丈夫？上がれね。まあ勢いつけて転がせばそっちまで行くでしょう。ほいよっと、あれ？ピヨット、あれ？ちょっとダメだ。やっぱ人力じゃ無理か。戻しますよ。体で押せる位置だったけど、この人結構重かったわ。これ改造途中？改造終わったよ、ほら。あ、そういう感じなんだ。なるほどね。ふんふん。そう、まあいっか。こっちから行けないか。いや、行ける行ける。行けるか。近いところが別にあったのになって思っただけ。嘘、101横。42番が近かった。なるほどね。久々にパワーコアだね。パワーコアな。よいしょ。やっぱヘリ、もうちょっと、やっぱちゃんとしたヘリコプター的な感じにしないとダメかな。マシいいね。言うてこうしてみると結構集めたはずだけど集まってないな。上か。もうしゃ。ずっと西の方に、部品があるんよね。ちょっと。私が今8008行ったんだけど。ちょっと待ってね。この切っ先に切っ先にパワーコアって何や、コアブロックがあるらしいんだけど。なるほどね。どこかわかんないな。海の中か。お金ならありますよ、そこ。お金取ろう。多分海の中だな。海の中？多分。ちょっと行ってみるわ。ちょっと乗るわ、じゃあ。よいしょ。はい。いいよいいよ。おむすびクローリングしないの？大丈夫。最後はひっくり返るのね。ほい。いいね。海の中か。この崖沿いに屋上する感じ。奥？ああ、なるほどね。どんどん落ちてくけど。なるほどね。久々に海ケムシ見たな。カジノ人の、あ、これ二人乗りか。それ分からずにやったな。私を海中にほったらかしにするつもりだったわけ。まあね。なくない？ここじゃないって。ここじゃないの？ちゃんと地図見な。買うりようか。よいしょ。これ海ケムシもこんなんじゃなくていいんだな。もう重量ブロックがあるから。あ、そっか、重量ブロック、そうだ、忘れてた。あれでも使えんの？浮力制御装置的なものの方がいいな。あ、確かに。海ケムシも調べな。いや別にそれ調べたくはないかな。あれあれあれ、ここら辺のだけど、あれ、本当だ、行き過ぎたな。
え、なくない？あれか、海底洞窟的なやつ？あっちの方が深いから、あの辺に横穴があったりするんじゃないかしら。ああ、まだ下だもんね。82メートル下。うん。ここに浮力制御装置あったら、ことだね。ことだねって何？まあ、万々歳だけど、ただ取りに行くの大変そうよね。海底のブロックってそんなに回収できてないんですよね。確かに、ね、結構大変だから。浮力制御装置があると。そうなんよ。サブマリン触れればね、早いんだろうけど潜れないよ。よいしょ。この辺じゃない？え、なんかくるくるしてますけど、大丈夫？君壊れてない？君なんか洞窟なんてあるか？なす、いねえ。でも下ってことはそういうことだと思うんだけどな。まあ確かに。よいしょ。うん、ヒーリング効果のある世界、そう言ってもらえるとありがたいです。こっちは結構必死ですけど。このゲームね、 BGM があるようでないから。確かに BGM ないよね。そう、ちょっとね、なんかつけようかなと思ったんだけど忘れてましたわ。まあ、逆にでもこの効果音だけ、虫の声とかもするしさ。え、したっけ？鳥、うん、虫とか鳥の声するよ。全然気づかなかった。いける？こっちは行き止まりっぽい。マリか。BG なんかある？はい、うん。なんかありそうだよな、確かに。よいしょ。ちょっとこれもこうした方が早いか。よし。この辺どっかに洞窟があるような気がするんだが、ないのか。特にこのモードは他キャンペーンと比べ静かめ。こういうもんなんですか。あ、窓の外からしてたやつか、もしかして。虫の声。ズムさんちの話。いやでも鳥の声もしたしな。あ、なんかこっちにぽいぞこれ。え、そうなん。こっちもなんかぽい。あ、ぽい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 。海底洞窟あった。そうね、そっちよねきっと。あっち行こう。こっちにもそれっぽいのがあるんだけど、全然方向違うし、合流しますわ。あれでもここは違う。いやでもこれ長いぞ結構。多分こっちいいと思う。うん。よいしょ。よいしょ。やばい、ウムケムシ、やばい。なんで？あ、よしよしよし、大丈夫だ。狭くてさ、ウムケムシのタイヤが邪魔でさ。ああ、たくさんありますもんね。なんでそんなにたくさんあるんです？あ、重さ。ああ、そっか。あ、でもさ、もう、じゃあ、だから、もうね、いらない。もうね、今改造できる。あ、できるわ。やっとこう。だからこれ消して、どれだっけ。重量バランス、これか。重量ブロック、あ、30キロと50キロあるのね。あ、30キロな。うん。
で、コピー、いい。コピー、いい、コピー、いい。お、いいね。だいぶ重いわ。やっぱり。今なんか動かしたか。気のせいか。これか。ウミケムシはやばいよ。釣れても触っちゃダメだよ。あ、そうなんだ。え、毒虫？毒虫じゃん。え、釣れるの？ね、ケムシが釣れるってこと？仕掛けにかかるんですか？ケムシが。ちょっと重すぎるのかな、これ。あ、重すぎたわ。だいぶ重いよね、多分ね、うん、50キロは想像以上に重かった。これぐらいでいいの？え？え、なんこれ？減らしてみる。これぐらいでいいのか。マークついてない。あ、そっか、ここでやるとではまずいな。なるほどね。トゲがガラス繊維で返しがあるんだって。え、調べな。やたら調べさせるじゃないですか。ガラス繊維。え、なんか全然違う方来てるわ。どういうこと？ここじゃないの？あれ、元に戻ってきちゃったわ。これ反対に進んでるからってことよね。あ、そういうこと？うん、だって今なんかズムさん通り過ぎていったなって思ったもん。改造してるうちに分かんなくなっちゃったんだ。あははじゃないよ。あははは。これでいっか。おい、うわ、重っ。めっちゃ重っ。立つでいいのか。じゃあ教えてくれないの？笑うね。教えてほしいよ。いや、なんかあるのかなと思って。あ、でもこっちだ。合ってる。うわ、すごい。海底神殿だ。神殿？神殿じゃないわ。なんか昆布。騙すじゃん。海底昆布。お、あるぞ。あった。はいはい。パワーコアだ。50キロでよかったか。パワーコア、じゃあ私ここもう行く必要ないな。あっち行こう。いや、ちょっとまだ重いか。30キロでいいのかな。いや、このウミケムシゴいいぞ。あー、つかないねー。もう一個つけれ、もう一個取れるし。え、もう一個取れるっていうのは？ん？両腕に一個ずつ持てる、ほら。そんな仕組みだったんですか。ずっとパワーコアだのテンションが平坦。いや、めっちゃ嬉しいですよ。喜んでますよ。パワーコア嬉しいよ、めちゃくちゃ。生きがいだよ。生きがい。重すぎない？でもこれどこに持ってく？磁石島かな。上がれる？磁石島。ああ、そっか。私がちょっとそれもらおうか。じゃあ。もらってくれる？なんかその言い方がやだ。でいいかな。こうしてこうか。でもさ、これ持ったまま上がれる？それをね、今試そうと思ってるとこだから、ちょっとください。ゆっくり落ちてんね。なんかこれ、なんか下に落と、なんかゴミ捨てた？うん、捨てた。なんかそれにくっついたんだけど。私が落とした。重い。海を汚さないで。すまないね。あ、これズムさんがくっついたか。あわあこあ
ちょっと転がりすぎよ君。おむすびコロリンちゃん。ちょっと。うん。操作がむずいでござる。よいしょ。消えちゃうよ。パワーコア消えちゃうよ。近くにいるから大丈夫。あれ？やめて、俺それ俺。やばい、消える消える。うん。ちょっと待って、これつけるところが悪いわ。こっちよなやっぱ。深海映像みたい。いや確かにこれでも深海映像だ。いやもう深海よここは。で、トラクタービームを。ちょっと自弱島の方まで俺持って行ってるわ。まあ、ないね。どこだ。こっちか。うん、これでいっか。最低2万マイルじゃん。文学的ですね。私のツッコミまで言わなくてええんですよ。完コピじゃん。どれだ。あっちか。よし。あ、そうか、これ。スペースは、スペースダメだ。スペースは、エンジンだ。うわ、浮力制御装置欲しいな。そう、めっちゃ欲しい。トラクタービームを追い求めていた俺たちはついに浮力制御装置欲しくなってきたな。おかしな言い方するけどそうよ。あれ、ズムさんどこ行った？ダメだ、上がれねえか、これ。上がれないのかい。上がれないのかい。どっちなんだい。上がれないですね。上がれない。大丈夫、私が上がってみせるから、ちょっとそっち行くわ、ひとまず。ちょっと下まで降りるわ。おう。話してくれて、話してくれていいですよ。まだ話す。あ、まだね、そうね。近くにいた方がいいか。これどうなってんの？下まで来た。よいしょ。よいしょ。話すよ。はいよ。まだ。いいよ。はい。はいよ。はい。はいよ。多いね。あれ？あれ？あれ？なんで？な、ちょ。あ、危ねえ危ねえ。すまないすまない。こっち。